4つの即興曲作品 142D935 は、フランツ・シューベルトが最晩年の1827年頃に作曲したピアノ独奏曲。ピアノ・ソナタという形式を取らないが、実質大・ソナタとも呼べる優れた構築性が認められる。特にロベルト・シューマンによってこうした指摘がなされ、現在では4曲を一組として演奏されることが多い。第三曲は、 ロザムンデの主題をそのまま生かした洗練された変奏曲であり、単独での演奏機会も多い。シューベルトは同時期に4つの即興曲作品 90D899 も作曲しているが、各作品の相互関連性、構築性に大きな違いがある。アレグロモデラアートへ単調。展開部を書いたそなた形式。4分の4拍子。加工音階を基調にした第1主題。 右手の豊富な装飾音は作者が落ち着きない演奏を避けるため、あえて演奏者に負担を強いたと言える。第2主題は変異単調。右手と左手との交差は同時期に作曲したピアノソナタ第20番と同様である。再現部で単調になる。アレグレット変異調調。4分の3拍子。優雅なメヌエット風の楽章。フルトベングラーも好んだと言われる。 重厚な火星。中間部は、家族長編に蝶々。軽やかな三連符のアルペジョ。映画、振動音にも登場する。アンダンテ編の蝶々。変装曲。劇不全音楽、ティプロスの女王、ロザムーンでから取られた DDDBB、AAAE の旋律は、東京電力の CM や、音楽の広場でも用いられた。主題の後に5つの変装が続く。なお、 この即興曲集全体を一つのソナタとみなした、シューマンだが、この第三曲だけは別の曲と考えていた。アレグロスケルツエ単調。教師曲に近い。組曲の終曲にふさわしい作品。8分の6秒子。装飾音がついた CCCCCC 音の主題。中間部は変異長調,調と変異単調がつかず離れず、音階、ユニゾンで現れる。コーダは、 ピュープレストのオクターブ、ありがとうございます。